おはようございます。あ、ちょっと待ってください。この辺を回してるね。ちょっと靴紐結ぶのちょっと待ってください。いけないでしょ。マサトさんってその靴、はい、こうちゃんと合ってるかとかってこう分かってたりしますか？靴のサイズとか。ウェーブエクシードツアー5履いてる。あ、そうです。ウェーブエクシードツアー5。今マサトさん履いてるんですけど、足のサイズ幅とかまで気にしてその靴を履いてますか？幅？サイズは自分に合ってると思う。だってこの間測ってもらったから水野行って。おお。だからそのサイズは合ってるけど幅はちょっと分かんないの、合ってるかどうか。幅って何？幅っていうのが足幅がありまして、はい、ここは？そうです、マサツさんに合った足幅っていうのがあるんですけど、それを水野さんとかメーカーさんは、いろんな人に合うようにいろんな足幅を出してくれてるんです、ね、幅もあるの？そうです、足幅も、水野さんはいろいろ気を使ってくれて出してくれてるので。マジで？はい、それを、はい、マサトさんはちょっと気を使ってシューズを選べてるかっていうところを。選べていますか本当に選べていますか？実際分かんないかもしれない。特になんか今これジャストフィットだと思って履いてるけど、実際どうなんだ、分かんねえな、それは。じゃあ今回はちょっと、はい、新しいシューズがまた水野さんから届きまして。ありがとうございます、ありがとうございます。で、それ3種類あるんですけれども、ほうほう、足幅がそれぞれ違うサイズになっていますので。ちょっと待ってくださいね。そんな分かんねえと思うの。ちょっと待ってくださいね。分かっかな、そんな。まずはこちら。はい、ありがとうございます。似てる、ちょっと違うか、カラーリングが。こちらはウェーブエクシード5っていう。あ、ツアー5じゃなくてウェーブエクシード5。はい、ウェーブエクシード5っていう。はいはいはい、書いてあるね。はい、ウェーブエクシード5。あとこちら、まだあるんだね。続いてこれもウェーブエクシード5じゃん。そうです、またこれ色違いになるんですけど、ウェーブエクシード5、ウェーブエクシード5。2つを使い分けるということですね。はい、さらにこちら。何個あんだよ、足は2個しかない。これもウェーブエクシード5だ。そうです、ウェーブエクシード5で。そういうこと。そうです、3種類ありますので。同じ靴だけど横幅が違うってこと。そうです、足幅の違う靴を水野さんが出してくれてますので。すごくない？これただの色違いかと思いきやってとこですね。確かにデザインが違うだけじゃなくて足の幅が違うってことだね。そうですね。え、すごいんだけど。ここに、2E、3E、4E って呼ばれる幅の。聞いたことあるわ。ありますよね。聞いたことあるっていう足幅のサイズがそれぞれあるんですけれども、うん、それをマサトさんにちょっと当ててもらいたいと思います。履いてみて、ね、履いてみて。さすがに履かないと分かんないと思うんで。当てれるでしょ、だってもうどんだけテニスやってると思ってんすか。あ、きついなとか、あ、広いなってことが分かればいいってことでしょ。そういうことです。それは分かりますよ。どれが一番幅広、どれが一番幅狭なのかっていうのをちょっと当てていただこうかと思います。分かりました。もしこれ自信ねえけど、もしこれ当たなかったらこれこのまままた水野さんに送り返すので。いや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 、せっかくご厚意で。ああ、ダメだ。なるほどですね。はい、そういう企画ということですね。そうです、 YouTube っぽいでしょう。いいでしょう。 YouTube っぽいですね。 YouTube っぽいです。 OK、 じゃあただ履くだけだと分かんないんで、はい、何本か打ったり動いたりしてみてって感じでちょっといいですか。そうですね、さすがにそれぐらいもらわないと履いてうん、にいいとか分かんない。そんなソムリエみたいなことできないんで。まあちょっと動いてみてっていうのをじゃあちょっとやってもらわせてもらっていいですか。はい、まあしょうがないですね、そこは条件として飲みましょう。ありがとうございます。じゃあ今日はウェーブエクシード53タイプ履いてみて、どれが2位か3位か4位か当ててみた、やっていきたいと思います。はい、レッツゴー、レッツゴー。じゃあね、最初は、僕の今のねこのカラーリングに合ってるかどうかわからないんですけど、青からいきたいと思います。青からまずは履いた時点で結構分かると思うんですよね、正直。分かんないかな、なんとなくだけど、ちょっと広いような気がする。なんとなくね、ここ履いてないんでまだ。確かに確かに。それじゃあここから行きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、なんかめっちゃ軽い。はい、めっちゃ軽いわ。どうですか。え、これ重さ軽い、やっぱり重さは
あの前のウェーブエクシード4とはあまり変わらないんですけど、耐久性が上がってる、耐久性は上がってるんですけど、そう、その部分がでも重くはなってないよっていうのが今回の特性ですね。一応 300g っていう重さらしいので、やっぱね軽い軽いですか。軽いし幅広い、これ絶対あの僕の足に合ってるんで、これ絶対4位ですね。あ、これが4位ってもう宣言しちゃって大丈夫ですか。あ、もう宣言しちゃって大丈夫ですね、間違いないですか。マジですか、うん、広いもんだってめっちゃ。後戻りできるんですけど。あ、でもちょっと待ってください、一応あの他側もしかしたらもっと広いかもしれないんで。そうですよ、まだ履いてないのに。今仮4位、仮4位ですか。仮4位、仮固定で、はいはい。続いてはね、今の僕の裾に合ったこちらのカラーでいきたいと思います。はい、全部合いますね。全部合ったカラーリングですね。いいですね。全部合いますか。合いますね。こんなもん履いたらわかるんだって。確かに。狭い。お、狭いっていうか、もうサイズが合ってないと思うぐらいちっちゃい感じがする。へー。え、これは絶対に狭い。足の27センチっていうのは全部一緒で合ってるわけじゃないですか。え、そうだよね。え、これ明らかにちっちゃく感じるわ。へー。これマジ狭い。足幅だけでそんな風に感じるんですね。でもぴったりすぎるかもしれない、ちょっと。あ、なるほどなるほど。これ全然違うわ。さすがに、確かにちょっとなんか足、もう見た目からしてちょっとさ、なんかキュッてなってる感じあるよね。足パツパツじゃないですか。ね、パツパツな感じするよね。むくんでるわけじゃない。むくんでるわけじゃない。おもろ。これもじゃあ動いてやっていきます。はい。お願いします。お願いします。なるほどね。どうですか今度は。先ほどの4位と比べたら、幅狭であることは間違いないです。あ、もうさっきの4位と確定して大丈夫ですか。確定した場合ね。あ、確定した場合、仮4位ですね。仮が4位だった場合、これはもう3位か2位で間違いないんだけども、はい、さっき履いた時に、うんうんうん、これ狭くて合わんなって言ったんですけど、はい、実際動いてみたらむしろジャストフィットで一番いいかもしれない。あ、動きやすい。前は、ね、余裕があるの。なんか俺余裕持って靴履きがちなんだけど、うんうんうん、ぴったり本当に足のようにこう動くみたいな意味で言うとこれぴったりですね。すごい使いやすい。じゃあもうほぼ素足みたいな感覚。あ、そう、その感覚に近いのはこっちですか。このデザインのやつですね。へえ。じゃあそれほどぴったりなんですね。そう、足と合ってるってことですね。答え分かったらちょっと僕これがちょっと履きたいかもしれない。おお。もう一個の方ちょっとやってみましょう。はいはい、最後はね、僕のこのフィナーの服装に合っているこちらのカラーを使っていきたいと思います。いや、もう全部合うじゃないですか。水野さんのデザイン最高じゃないですか。全部合ってる。これ今まで 2個履いたけど、はい、全然違ったから正直これも絶対分かるよ。はい、分かりますか。うん、どんだけ足の感覚するだと思ってんの。いや、もうね、入らん。入らん。さっきのもきつかったけど、これもっときついわ。あ、これはもう絶対履けない。同じ27だけど絶対履けないわ。もう痛いもん、ここが。これも多分このままテニスしたら絶対痛くなる。あ、これもうね、もう分かりました。やんなくても分かりました。狭いです一番。あ、じゃあもうエンディングということで、これをエンディングにしていいですか。大丈夫ですか。そうですね、もうこれ動かなくても分かりました。一応まあこの後ちょっと動いてるシーン撮ってほしいんでやりますけど、はい、これ絶対一番小さいです。分かりました、ね。どうですか、履いてみて。これはこれは本当に僕はですよ、はい、僕はね、みんなに当てはまるわけじゃないですけど、僕はこれもう、うん、ここ幅狭すぎて痛いです、うんうん、もうすでに。あ、そうなんですね。履いて靴紐結んでちょっと動くともうめっちゃ痛い。じゃあ絶対通い。絶対通いです。じゃあこうフィット感があればあるほどいいというわけではないってことですね。いや、フィット感も大事なんだけど、なんか多分足がこうなってて、はい、僕そこが広いんで、はい、こうなっちゃってるんですよね、こう。あ、もうギュッて押されてるんですね。だから今で痛いんで、これ動きを動くほど多分こうになっていくから、うん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 、だから僕にはちょっとこの靴は合わないなっていうのが分かりました。なるほど。ちょっとじゃあ答え合わせしていきましょう。はい、お願いします。疲れました。疲れました。これはね、もう分かります。分かっちゃいますか。さすがにこれ分からない人は多分いない。それほどの差なんですね。それぐらいしっかり足の幅の違いが分かるように作られてる。へえ。これ正直驚きました。最初ね、分かる人みたいに言ってたけど、はい、ぶっちゃけ分かんないと思ってました。
じゃあちょっと今履いた靴3種類を左から順番に 2E、3E、4E、一番幅狭いのから幅広いのまでちょっと順番に並べてもらってもいいですか。もうね、あの、分かります。分かってますか。まずこれが4E です、はい、あ、それ4E、一番幅広い、これ幅広い、幅広 幅広いで、これが 3E、 これはきついなと思ったけど、こっちよりはきつくなかった。なるほど、なるほど。こういう順番だから、もうこういう順番ですね。今皆さんから見えて、左から 2E、 2E、 3E で 4E、 4E という形です、という形ですね。もうこれね、絶対間違ってないっていうぐらい、もうこれ本当にみんな履き比べしたら分かると思うんですけど、全然違うから。正解は、正解は全部正解です。悔しい、悔しい。でもそれぐらい皆さんの足幅がこう千差万別ってことですよね。そう、千差万別だし、やっぱデザインで選ぶのは絶対にダメ。なるほど、なるほど。このデザインがいいからこれにしようって言って、僕みたいな足幅だったらもう絶対足痛めるし、うん、逆に足幅狭いのにこれにしちゃうと多分ずれますよね。ずれ起こして多分パフォーマンス力落ちちゃうから。なるほど。これはもう皆さん本当に絶対にしばきした方がいいです。だから、まあ、そういった形で、あの、皆さんもね、自分に合った足のサイズを選んでもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。僕が終わりました。いや、これはね、分かってないように見えるかもしれないですけど、分かりました。あ、いや、本当だよ。なぜならですね、なぜならやっぱ足って、はい、なんか、あ、窮屈だなとか、あ、なんか広いなって結構敏感にね、感じれると思う、テニス選手なら、うんうんうん、やっぱ、靴ずれするとかしないとかってやっぱあるじゃないですか。あ、ありますね。だからこそ、やっぱ、これね、2E、3E、4E あったと思うんですけど、うん、やっぱ自分に合った足の大きさによって絶対選んだ方がいい、うん、じゃないと絶対足痛める。僕今ね、ちょっと履いただけでもやっぱ、ね、痛いんで、自分に合ったサイズっていうのはね、必ずあると思います。これそれぞれね、こうデザイン見てもらったら分かるんですけど、全然違うよね。で、これをみんな、あ、これかっこいいからこれにしようとかじゃなくて、どれがね、こうサイズが合うのかっていうのを見て決めてほしいなと思います。今はこれマサさんに合わせた20全部27センチなんですけど、その幅の大きさが違って、今マサさんが持ってるのが 2E、うん、で、今中村が持ってるのが 3E で、僕が持ってるのが一番幅広の 4E という形になります。うん、ありがとうございます。はい、ここでですね、最後に水野アドバイザリースタッフの中村さんから、はい、このね、新しいウェーブエクシード5の補足情報をしてもらいたいと思います。はい、お願いします。じゃあちょっとメモを見ます。メモを見てください。中メモを見間違いがないように見てください。大切です。はい、今回のこのウェーブエクシード5なんですけれども、母子球のところに搭載した水のエナジーと水のエナジーインソールの組み合わせで、クッション性とあとは蹴り出しのサポートがアップしましたよっていうところが一つ。あとはツアーモデルにも採用された合成樹脂が採用されていて、耐久性がアップされています。うんうん、耐久性マジ大事。耐久性は本当に大事。すぐ穴とか入っちゃうともいけないですからね。あと足幅に合わせた、まあ、先ほどコンちゃん言ってくれたんですけど、 2E から 4E の幅が、うん、選べますよっていうところが今回の Wave Exceed 5の、ポイントになります。うんうん、ありがとうございます。はい、本当にね、もう靴はね、テニス選手、ソフトテニス選手にとってもう命でもあると言えると思うんで、うんうんうん、ぜひ皆さん、あの、フィッティング、しばきをね、うん、してからぜひね、選んでもらえたらなと思います。はい、はい、ではこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。明日、バイバーイ。